ボルガ戦勝50周年記念コインママエフクルガンはもとタタールの埋葬された墳丘墓であり、その高さは102メートルに達した。現在では第二次世界大戦中のスターリングラードの戦いを記念するための複合施設が置かれている。この戦いはソビエト連邦が数軸国軍に対して決定的な勝利を収めた戦いであり、 そしておそらく人類史の上で最も生産な多くの犠牲者を出した戦いでもあった。ママエフ・クルガンに立つ母なる祖国像は1967年の建造時点では世界最大の自立した彫像であった。1942年9月13日、ドイツ第6軍がスターリングラード市中心部への攻撃を開始したとき、ママエフ・クルガンでは 攻撃側のドイツ軍と防御側のソ連第62軍との間に激烈な戦いが繰り広げられた。この丘の支配は自然体を支配するために必要不可欠なものとなった。ソ連軍はこれを守り抜くために丘の斜面に残壕、鉄条網、地雷腹などを組み合わせた強固な防衛線を構築していた。ドイツ軍は重大な犠牲を払いつつ前進し、 最終的には丘を占領して、丘の下の市中心部やスターリングラード第一、停車場に対する砲撃を開始した。停車場は1942年9月14日に占領された。同日には、ボルガ川をドイツ軍の砲撃下に溶かしたアレクサンドル・ロジムセフ、率いるソ連第13新鋭狙撃士団が、スターリングラードに到着し、 この手段の1万人の兵士はすぐさま戦闘に投入された。9月16日、彼らは大きな損害を被りながらママイフクルガンを奪還し、停車場でも戦闘を続けた。翌日には彼らのほとんどが戦死していた。ソ連軍はスターリングラードへ可能な限り速やかな増援を送り続けた。ドイツ軍は1日につき12回もの教習を行い、 ソ連軍も激しい反撃で、それに応えた。丘は幾度もその主を変えた。9月27日までに、ドイツ軍は、ママエフクルガンの半分を占領した。ソ連軍も丘の斜面に陣地を保持し、第284狙撃手団が重要な拠点を防衛した。結局防衛側は、 ソ連党機大攻勢によって救い出される1943年1月26日に至るまで持ちこたえ、一方のスターリングラード内のドイツ軍は罠にはまり、破滅へと追い込まれたのである。戦闘が終結した時、丘の土は砲火によって徹底的にほじくり回され、1平方メートルあたり500から1250個もの小片を含む金属片が混入していた。 丘の上の大地は大量の砲撃や爆発によって雪が溶けてしまい冬になっても黒いままだった。そして次の春にも丘の焦げた土には草が生えず黒いままだった。丘の元々のきつい傾斜は何ヶ月もの激しい砲爆撃により平坦になってしまった。現在でも丘の地中には人骨片や金属片が埋まっているのを見つけることができる。 チュイコフ原帥の母碑戦後、ソ連政府は巨大なママエフクルガン記念複合施設の建設を計画した。スターリングラードでソ連軍を指揮したワシーリー・チュイコフはママエフクルガンに埋葬されることになり、初めてモスクワ以外に埋葬されたソ連邦原帥となった。2006年にはソ連軍の狙撃兵、バシリザイツェフが改装されている。記念施設は、 1959年から1967年にかけて建設が行われた。丘の頂上には冠のように巨大なグーイ的頂像である母なる祖国像が据えられた。この記念物はエブゲニー・ブチャティーチによってデザインされたもので、正式名称は母なる祖国が呼ぶ。であった。これはコンクリート製の像で、頭頂までで52メートル。 足から27メートルの剣の刃先までの長さでは82メートルに、及び、スターリングラードの地平線を見下ろしている。剣像には、剣のステンレス製の刃を除きコンクリートが用いられた。この像は、台座の上に自長の実によって立っている。像は、古代ギリシアにおけるニ位系の表現手法を想起させ、特にその流れるような服の布地は、サモトラケのニケによく似ている。 ママイフクルガンの頂上から見下ろすように撮影された、ボルガ川の風景2009年5月、地下水位の変動により、増付近の地盤が低下してゾに20センチメートル程度の傾きが生じたため、倒壊の危険があることが報告された。ありがとうございます。